四つ葉のクローバーいるかな。鎌倉ベーカリーっていうとこ来てます。なんかねパンがみんな100円なんだって。 CPU もペンティアムとハードディスク解体してみました。おはようございます。食べてあったかいですね。今日エレベーターホールから富士山が見えました。きっといいことがあると思います。今朝もやってましたけど、このマスクですね。外を歩くときは外すようにしましょうっていうのをやってました。大賛成です。僕もここ1週間近くかな、もう人と接しないところでは屋外ではねマスクは外してます。やっぱりね外した時の開放感はすごいですよ。今までそれで結構慣れちゃってたんですけれども、やっぱ違います。外でマスク外すとねかなり楽になりますよ。とにかくねなんかさっぱり感が全然違いますよね。口の周りの鬱陶しさがなくなりますので、徐々にでも、まあ、急にね人の目もありますけれども、ここ2、3日ずいぶん外では外してる方増えてきたんじゃないかなと思われます。はい、ではまず公園で最初のおやつタイムです。今日は月曜日の朝なんですけれども、なんかめちゃくちゃ車が少ないんですよね。どっかでなんか大きい事故があって、この辺あんまり車が通ってないのか、非常に静かな朝です。8時ぐらいなんでね、車ビュン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 通ってもおかしくないんだけど、今日はなんか異様なぐらい車少ないです。はい、本日はこの古い PC Windows 7と Windows Vista ですね。この古い PC 前に粗大ごみ持ってったんですが、引き受けてくれなかったのでリサイクルしてくださいってことだったんですけど、と面倒なので、どっちが面倒かわからないんですが、解体して不燃ごみに出したいと思います。 CPU もペンティアムとコア2ディオ、まあ最近ではもう何百円かで取引されるような CPU だと思います。ではバラしていきましょう。なんとか解体が完了いたしましたが、メーカー品はリベット止めで、リベットで止められちゃってるんでね、これ以上解体ができませんでした。どういう風にしようかね。これアルミじゃないのか、これを切れるなんかあればいいんですけれども、はい、これからどうしようかちょっと悩んでおります。パーツ類は不燃ごみとして明日出せます。ハードディスク解体してみました。こんなピッカピカに光ってるもんなんですね。これでデータも読まれずに済みそうです。この円盤部分をぐしゃぐしゃにしちゃえばいいんだよねきっとね。はい、ということで個人情報これにて何取られないで済みます。はい、病院の隣のマックスバリューで鎌倉ベーカリーっていうとこ来てます。なんかねパンがみんな100円なんだって。ここ和子さんそれ見つけてきたんで来てます。この子はもう襟巻きトカゲ状態です。どこ行った、こっち入ったよ。カフェもね美味しいらしいんですけれども、とみみちゃんと入れませんのでここで待ってたいと思います。
カフェ134つの併設されてます。34は国道134号線だろうね、ちょっとね。あっちの東南の方はちょっと海沿いの国道134号線だろうね。ちょっと見てくれあればね、お兄ちゃんが出てるんだけどね、残念でした、ね。かかってる中津川湧水地、うん、来ました。そこら中で草刈ってるんで、音はうるさいけれども、日陰は涼しくて気持ちいいです。すごい緑の匂い。四つ葉のクローバーいるかな。あ、そうそうそう。うん。のんびりしてます。草刈りの音だけです。